香港地下鉄メトロキャメル電車は香港鉄路の直流通勤系電車。メトロキャメル電車は1973年の香港地下鉄開業に備えイギリスのメトロキャメル車で製造された車両である。合計762両製造され MTR を代表する車両である。同車は1973年10月1日に開業した貫堤線で使用され、 その後開業した各路線でも使用された。現在は湾線、港島線、三堤線、将軍育線で使用されている。制御方式は GTO 阻止による電気子直波制御である。縮線、編成 6M2T の協力編成を構成する。更新前更新後更新後の外見非常用インターホン1998年から2001年にかけて、 車体内外装、電装機器関係の更新工事が開始された。その結果、全面形状が一新され、大きく印象を変えることとなった。車内も更新されているが、ステンレス製の椅子などは従来のまま残されている。この工事は、オーストラリアのご二男社が出張工事で担当している。更新の結果、製造後50年近く経過した現在も、 MTR の中心車両として活躍を続けている。新型車両の増備に伴い2023から27年までに全編成が置き換えられる予定である。CM 番台間、筒見線、開通時、1973年から1974年までメトロキャメル社から購入。当初、制御装置はガム軸式抵抗制御を採用したが、現在は、 電気子チョッパを採用している。CT バンダイ館、包見線、湾線開通時、1976年から1979年まで、メトロキャメル社から購入。当初、制御装置は、CM バンダイと同じ抵抗制御を採用したが、現在は、電気子チョッパを採用している。I バンダイ、港東線開通時、1979年から1980年まで、 メトロキャメル車から購入。三菱 RCT チョッパーを採用しているため、他バンダイより、制動時の静音性が高い。G バンダイ、缶、包み線開通時、1982年から1983年まで、増備した車両。電気紙チョッパーを採用している。H バンダイ、すべて T 車となる。ありがとうございます。